アンジェカジミエシュ・ポトツキは、ポーランドの貴族、大事主、政治家、伯爵。オーストリア領ガリツヤの総督を務めたが、ウクライナ人民族主義者によって暗殺された。保守政治家のアダム・ユゼフ・ポトツキ伯爵とその妻の、カタジナ・ブラニツカ伯爵夫人の間の次男として、クラクフ郊外のクシェ・ショビツエで生まれた。父方の祖父は、小説家、ヤン・ポトツキ。 母方の祖,祖父は、ヘトマンのフランチシェク・クサベリ・ブラニツキ、義理の叔父は、詩人、ジグムント・クラシンスキ、ジュハクフは、シスライタニエン首相を務めた、政治家、アルフレト・ユゼフ・ポトツキである。クラクフ大学で法学を専攻し、1884年には、法学博士号を取得した。ポーランド有数の名門貴族、ポトツキ家の一員であり、クシェ・ショビツェ及びカミオンカブ・ジャンスカの領主であった。 1901年から1902年まで、ガリツヤ両方議会の議長を務め、1903年から1908年まで、オーストリア両ガリツヤ総督を務めた。1907年には、皇帝フランツヨーゼフ一世より、金曜毛騎士団の騎士に助任された。1908年4月12日、ガリツヤ両方議会の通常国会に出席した際、 レンベルク大学法学部のウクライナ人、学生ミロスラブシチンシクイーによって六発の銃弾を撃ち込まれて死亡した。ポトツキの最後の言葉は、ポトツキは最後まで皇帝陛下の忠実な家来で、ありました、と陛下のお耳に入れようであった。1889年に、クリスティーナ・ティシュケービチ伯爵夫人と結婚し、三男六女の九人の子女を設けた。ありがとうございます。